はい、ホリックのチャチャレマンデー、始まりました。イェーイ。第3回目。はいはいはい。今日、ゆきとくんには第1回目と、今日だった第3回目で、2回目をしてなんですけど、今日はあの初ゲスト、ライくん。はい、はじめまして、ホリック、宝城ライです。お願いしまーす。宝城って。いやー、元気。宝城。大地から元気ね。北条ってすごいね。名字がね。あ、これ、あれでしょ、鳳凰のね。鳳凰の方です。鳳凰の城。まあ、かけちゃうと今しかけないんですけどね、多分。そうね。アホバレるからね。書いたらアホバレるから。なんか、売れっ子ホストって感じ。あー、そうだね。もうなんとか城とかついたらね。城ついたら。城ついたら。城ついたら売れそうや。そう。売れそうや。なんか確かにある。なんとか城、だいたい売れてる。だいたい売れてます。なんかつけたら。あなた、星城違う。僕は一星。ああ、一星。そうやったら一条。なんで星の星城。ドローゲン星城じゃない。星城ちゃう。おかしい。また変わった名前つけたんですね、あんたもね。星城つけてない。一星。一星ですか？一星はまあ、いろいろあるから。あ、そうなの。内容が、いろいろあったんで。はい、なるほど。で、なんか、僕はね、名字はもういらないかな。名字いらない。はい。名字つけてもね、名字から言わないでしょ、あんまり。え、あの、最近でもさ、なんか、ええ感じの、なんか、島根の、なんか、あって。ああ、島根か、島根ね。あれ、ええやつ。あれや、あの、なんとかの神みたいな。なんだっけ、島根。え、神奈月って何月やった？ああ、それ、なんかね。神奈月は、9月。11月。神奈月って、11月って神奈月って、いう、知ってる？神のない月って。あ、神いない。神。神がいない月。これ11月。じゃあ神、日本中の神様は、どこに行くのって。その間どこにおるのかって。俺が僕の、出身地、島根県の、出雲。あ、いつもの、そうなんですよ。11月に、ね、日本中の神様が、出雲大社に集まるんですよ。あー、出雲大社、あれどこ住んでるの？そうです、島根県。で、島根県の、まあその出雲は、ね、11月は、神有月って言います。あ、神有月。島根だけですか？そう、出雲だけね。神が集結してる。神様がいっぱいいるからね。神がいない月がないんで。あ、こっちで出てないか。あれ島根のイケメン王子ですか？まあね、11月は、そういうことです。出雲では神有月。あ、すごいね。すごいな、神がおらん。だから、まああのあれですよね。まあイコール神様っていうか、神の子というか僕は、まあ島根県。神の子では島根県生まれ。島根県育ちなんで。雪とキッド。はい。雪とキッド。島根県生まれ、島根県育ちなんで、もはや神の。真面目な話も。真面目な話。神の子っていうか。神の子。神の子言うと。話やめてくれんって言われてる。まあ。あれ島根を言うで。あ、そうなんすか。ほんまに何しに行くの？何がある？何しに行くんすか？島根は何もないんだ。何もないとか言って。じゃあ。何もないよ。話がなんかその神様がおるかおらんか。話重なすぎて、このフォローで。え、だから、腕から何かチラチラ見えてるけど、それが何？これですか？いや、これあざっすね。あざ？クレイジーピエロ。クレイジーピエロ。あ、お父さんの、あざっすが、隠れ木島。陰木島。陰木島。陰木島。沖。沖ね。沖島。あ、暴れるから。沖島。えぇ、マジで。めっちゃいい島やね。いやー、そうですか。うまいの来ます。野生の馬おります。野生の馬おります。野生の馬おります。絶対おらんやん。やばい。日本に野生の馬おらん。アホバレてるっつって。サザエカレー、まずくね。サザエカレーっていうのは、ちょっと食べたことないんで僕、わかんないんですけど。これ島でも多分サザエを考えると、まずそうですよね。サザエをカレー。サザエはカレーに。まああのね、こういうね、あれですよ、なんか、ね、各地名物みたいなのありますけど、福岡に、
はい、福岡のこれ名物あるけどなんかまあこれは全然美味しくないですみたいな。あ、福岡。はい、福岡で。あ、福岡のやつは、ね、結構あるよ。ね、あれあれ、明太子ラーメン。美味しくないよ。明太子ラーメン、いや、美味しそうやん。いやいや、なんなん意味わからないの。なんでなの。ラーメンに、博多ブラブラちゃうよ。めちゃくちゃ美味しい麺が。麺だけど、豚骨ラーメンの上に、明太子バーンって投げ込んでるわけ。別に、何こう、混ぜて食うわけじゃないやん。あ、別で食う。ただ、そこ、ラーメン食ってる間に、明太子がこう、溶けていってしまって、はい、もうなんかこう、意味のわからん油浮いてきて、完全にまずいわけ。あ、うんって言われて。別に。まあ、別々に食べない。食えばいい。あ、わかる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 よ。明太子はご飯と食べてください。でも、それよりは、それよりは、俺、博多ラーメンで意味わからんの、紅生姜とか、紅生姜絶対いる。紅生姜の高菜とか、あれ全然意味わからへんね。紅生姜、だから紅生姜とあとあのからし高菜はあの鉄板やん。あれいる？え、絶対いるよ。何を言うてんの。明太子の方がええやろ。じゃあでもさすがにカレーとか言うてるけど、あのほんまにあれラーメンには紅生姜いる。紅生姜いるって言ってる。いらないよね。いらない。紅生姜いるよ。紅生姜、紅生姜なかったらじゃあどうやって豚骨臭くなった串をこうこうなんて分解する。あ、そういうこと。だからかそういうさ、はい、あの寿司のお口直しみたいなね。ガリ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 ね。じゃあ別々でいいんちゃう。いや別々だわ。ちょっとスープの中がこう赤くなってくる感じがいい。あー、そう。ちょっとチャチャ入れすぎじゃない。ちょっとチャチャ入れマンボウやからって。ちょっとチャチャ入れマンボウやからってチャチャ入れすぎじゃない。あ、そう。なるほどね。生姜いる、生姜いらんってもう喧嘩してるやん。いるかいらんか。いや関係ないけど、山田さんイケメンありがとう。あ、嬉しいな、これ。てか、今月あれやね。待て待て。え、紅生姜に似てる、俺が。それは絶対イケメンちゃいますやん。似てたんでしょうね。似てたんでしょうね。何倍言うと。マンデーやね。マンボーって。ツッコミ。ツッコミ。7月の、その、ラブホリックのマンボーは、え、これ、今月はこれで終わり？あ、そっか。今月。あ、そうやね。今月のチャチャでマンボウは、うん、今日で終わりやね。今月は今日で終わりですね。ああ、そうなの、ね。え、あれ行ったん？どれどれ。全人祭り。あと25日行った。ちょっと待って、インスタントでサザエカレー食った人は俺よ。めっちゃ美味しくないやん。めっちゃ美味しくないやん。島根としてもお土産で結構押してるやん、島根。この話は確かに美味しかった。え、来月も やりますよ。はい、チャチャレマンボ。前回のセンターに座っていた人は、右の人、左の人。センターは前回は、クリュー、トーマー。あー、今回はまだ変わってるからね。変わってますね。ヤマトなんか黒くないんで、ちょっと火に焼けました。日焼け。うん。あと、声ガラガラなのはもう最初からやろ。ガラです。次回、あ、ディッシュね、サザエカレーの試食 OK です。行きましょう。うわぁ、絶対嫌。どうやって持ってくんねん。どうやって持ってくんねん。ゆきとくんの実家から。実家から送ってもらいましょう。送ってもらっていいですか。じゃあ、次週は、ゆきとくんまた出てもらうんで。サザエカレー。はい。食べてもらう。ね、次週、一応いいよ、次週。次週はやめよ。次週やめよ。じゃあラーメンと紅生姜持ってくるか。ラーメン、紅生姜。じゃあ、なんかしよう。なんか、まぁ、あ、次週じゃなくてね。次週じゃなくて。違う時に。次回、また、次にしようかな。で、なんかさっき喋りかけてきた。天神祭り、25日行った。あ、天神祭り行きましたよ。行った ?25 日。25日行ったやつ。僕ね、天神祭りで一番不思議なことがね、あるんですよ。え、またチャチャレマンボウする気？うん。花火、どっから見えろ。そう。あれ、花火、どっから見えろ。だいたいの人、ビルの隙間から見える。え、どうなのライト、音話して。僕は、大阪湾なんで、家出た時に花火の音だけ聞こえましたよ、25日は。花火の音だけ聞きながら出勤する。ライ、全然行ったの ?25 は行ってないです。行ってない。花火はどこで見んのかな、ほんまに。僕ね、どこやってずっと探してて、はい、結局ほんまにビルの隙間から見えたんですよ。はい
結果大変なんですよ。これもどうぞ。いやいや、でもあれは多分橋がでもか、はい、で、お化け屋敷側からやったらちょっとしか見えないけど、はい、ちょっとこう、あ、違う、交番じゃない方に行ったら、はい、結構ええ感じに隙間から見えるのと、一個ポイントは、はい、みんなこっち向いてるやん、逆にこっち見たら、はい、ビル の、はい、ガラスに映ってよく見える、はい、はい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 、っていうちょっと裏スポットですけど、自分だけで僕のね僕もなんかもね、そのビルのね、ビルに映ったの見たんですよ、はい、じゃあ、うん、でもそう見たい、見えたんですよ、はい、見えたから今なんか反応使った、見えたからなんですけど、見えてるんやけど、はい、でも多分こっちにビル群があって、ビル群があって花火こっちこ反射してる見えてるんやけど、実際やってるとこは見えないですよ。わかります、はい、ちょっとまた真面目な話やったらもうさすがにかかる。今すぐ撮るよ。でもお酒強いですかっていきなり聞かれてるけど、ライト僕お酒弱いです。シャンパン飲んだら一瞬で潰れます。だからこの中で潰れてたら俺ぐらい九州男児。あれ、ね、九州男児って言ってますけど、九州男児っていうのも危ういですよね。最近危ういですよね。危ういです。最近危うい。危うい。嘘ついてない。博多おらんから博多言うてるだけかもね。ヤマト苦笑いやん。ね。そう。いや、でも大丈夫やん。大丈夫とかじゃなくて、水飲んで、ちゃんとした九州男児博多小林。あ、ね、こうやって、ちょっと慣れたそうですよ。言ったらすぐなんですけど、うん。なかなかね、なかなかバイとか言う人もいないでしょ。え、向こうでほんまに言うんすか、なんとかバイとか。言っちゃうけどね。え、もうなんか怪しい。みんなお願いよ。まさか、九州男児って嘘って嘘じゃないって。好きなアルコールは、一番好きなアルコールは何か。僕はビールです。ビール、ね、夏場のビールは、夏場のビールビールはそこで広がらなかった。僕は僕ばっかりやな。目立ちたがりやろ、本当。僕はね、やっぱビール好きですね。ビールと焼酎が好きですね。焼酎が好きだ。焼酎、芋焼酎。絶対ない。なんで、ゆきとか九州男児ぐらい。さっき乗ったあったよ。うん。地元なんでね、やっぱ。地元は島根。あ、島根。島根焼酎。全然。全然。言うな。いや、でも、なんか。ちょっと、ライ。はい。ここね。なんか、ライ。こっち、こっち来い。はい。あ、ここか。ここっす。はい。うん、そう俺は焼酎。僕も芋焼酎な。いや、僕はもういいから。はい、ゆきとヤマトでもう終わる感じだな。そう、また僕だ。また戻ってもうて。えライ君ガリガリっすねってな。ガリガリ。ガリガリは細マッチョやからね、彼は。そうです。体重やばい。方言で告白しよう。来ました。方言。ヤマトさん、博多弁で告白して。じゃあ、それぞれの、行きましょうか。方便で、こちら、画面に向かって、告白をしましょうか。で最後、僕、博多弁で行くんで。はい、じゃあ、方言で。大阪。じゃあ、関西弁、島根弁、博多弁で。島根弁ってあるんすか？あるやろ。あるよ。それはあるよ。神様なんたら言ってる子やと思う。あ、神の子やったね。そうそう。何でも言ってる子や。じゃあ、ライ君から。島根はいいかって言われた。島根はいらんわ。島根はええか。島根はいらんわ。島根滑んなよ、言ってたから。島根滑んな、何がやねん、ほんま。やめとけ。じゃあ、これ告白前に、いたしまいます。イェイイェイ。イェイ。
はい、はい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 、じゃあ、はい、続きいきましょうか。島根が滑った続きから、ちょっと待って、すでにサザエカライで滑ってるって俺サザエカライ俺が出したわけじゃないのに、こんなもん、じゃあ滑らされてるやん。すごいやん、マジで。とりあえず、ユキトは、サザエカレー。大変で滑んなよってなんやろ、とりあえず、サザエカレーで一回滑ってるから。いや、誰がやねん、いや、だから、すごい。いや、サザエカレーを出したやつに、めっちゃおもろいな。めっちゃおもろい。なんだ、島で滑ってるってね。まあ、じゃあ、最後に島で持ってください。滑らしてるの？いや、大阪、博多、島根で、最後決めてもらう感じでいこうか。いや、まあ、やばい。これ、これ滑ったらもう終わりなんだ。もう、この人が支配してるやん。この人 MC みたいなやってるやん。支配する。仕切らしてくれ。早くしろ。誰が今仕事したから、もう。早くしろ。大好きになる。お前、チャチャエルマンボードも本当。ほな、行きましょうか。行きますか。じゃあ、早く。やりにくいわ、この後。いいですか？はい、画面に向かって。画面に向かって。近づいても。近づきますか？近づいて。この辺でいいですか？もっと食っていくよ。ピッと。この辺で。また怒られんで、早くしろ。はい、じゃあ。あ、振りは、出してる。もう待って。3秒前、2、1、9。お前のことめっちゃ好きやねんか。だから、3、2、早くされてて、1、9。はい。お前のことめっちゃ好きやねん。だから、俺と付き合ってくれん。大阪はきついわ。操り人形や、俺。いやー、なかなか。なかなか来ちゃうね。時代劇見てるかと思った。これが本場の博多弁やね。告白だ。キュンキュンしたかな。キュンキュン。次博多の西区。ちょっと待って。西区はそれ俺の実家や。実家や。すっごい。話長いからね。博多は明太子の匂いです。時代劇。誰が時代劇。ほら、じゃあ最後ね。島根。行ってもらおうか。島根弁で。島根。これ滑ったらほんま素材カレーの。滑ってるからさ、あんまり多分めっちゃ言われんで、じゃあ本気でちょっと言ってもらおうか、うん、島根弁で、島根弁の、はい、じゃあ、3秒前、2、1、キュッ、島根はいいで、タイミングすごい、タイミングすごい、島根はいい。すごかった。いや、いいね。ありがとう。なんか、これすごいね。助けられてるやん。逆に助けられてるやん。タイミングが。関西弁やら博多弁やら、ね、どうなんそのほんまにそういう言い方すんの、ほんでするよ。あ、そうなの、うん、それで付き合えたことあんの？あるね。あるよかろうもん、よかろうもん、よかろうもん、よかろうもんとかも言わんでも、よかろうよ、よかよって、付き合ってもよかよって、よかと、よかよって。じゃあよかったい。よかしかない。あ、そう。天神橋は終わりって言われてる。
天神話はもうあるなんか天神で。天神話そうやね。うん。そうやな。まあまあまあ天神祭りに対しての、はい、あれ？天神祭りに対しての、まあちょっとちゃちゃ入れるって言ったら結構あるよ。いや、お化け屋敷。あ、お化け屋敷ね。うん。入ったことある？ないです。ない。なんでよ。ない。俺大阪でずっと住んでますけど、今年初めて行きました。あ、そうなの、はい、そうなの。ゆきとは？俺、ホストして毎年行ってるけど、2回ほど入ったかな。ちょっとどうやった？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 まあ全然。あれはあれでいいんじゃないかな。あ、そうなの。あ、俺はあれはあれでいいと。別に、500円やし、まあそこまで。いや、人が動いてやってるのかな、中どうなの？中どうなの？どんな感じなの？いや、だからこう進んでいって、途中に、来るお化け、人間だ。人間？あ、人間が来る。ああ、それもう無理や。俺も入ったことないんやけど。ないよ、ないよ。正直、もう天神4回目で2日間あるから、8回、7、8回ぐらい行ってると思うけど。ね、でも行ってないから、ちゃちゃ入れれない。ちゃちゃ入れれない。一番でさ、お化け屋敷って言ったんじゃん。いや、お前が言うたやろ、お化け屋敷自体の天神祭りみたいな。お化け屋敷は嫌いやから。あ、お化け屋敷いらない。いや、別に地球上に必要のないもん。だって俺行こうと思ってめっちゃ誘われて、はいはい、去年かで入り口、うん、もう行ったろうと思って、はい、行こうとしたら、はい、入り口のすぐ一番入る寸前のとこで、はい、バーンって開いてドーンなんか出てきて、はい、もうあれやなんかなこう周りの女の子の前でなんかギャーギャーみたいななんか声出してしまってもうすごく嫌な気分になった。何だからお化けもう天神祭りから外れてるやつ。なんでよ。分からへん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 。分からん。そう。あ、そうそうそう。お化け屋敷ってお化けは逃げたくなるやんな。ヤマトさん顔お化け何見るとんねん。え、なんか言ってくれ。まあ、まあ、お化けちゃうよ。言うてんの、まあ、疲れたらね、結構。お化け屋敷いっそ。俺ね、あとね、屋台のご飯が嫌いなんですよ。屋台？屋台です。あ、焼きそばとか。焼きそばとかね。あの、箸巻きとか。そう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 。なんでだ？あれね、クオリティ上げていってほしくない？あー。わかる？あー、昔から変わらないよね。そう。なんかもう味が想像できすぎてさ、あの、空気にもならんくない？あ、いや、その味が想像できるからこそ、いい、あれは。屋台美味しいやんね。屋台美味しいやん。言ってるよ。その前になんかゾンビって。ゾンビちゃうね。ゾンビ。あ、そうやね。気がついたら、ライがだんだん右に置いてられてちょっと、こっちから。こんぐらいかな。こんぐらいかな。ちょっと引いててみようか。あ、苦しい。苦しい、苦しい。そう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 。なんで上からの、ちょっとチャチャ入れマンバやからね。うん、これチャチャ入れマンバや。何度も言うけど、これチャチャ入れマンバやからね。チャチャ入れない。チャチャ入れられちゃう。入れられ。何度も言うけど、これあのマンボウやから。そうそうそう。来週は浴衣姿で出演。いや、もうええよ。もう来たら結構。もうね、来たら。2日間来たからね。俺だって家にワシャって思い出よ。俺も。来年だ。来年ワシャまた来年だって思う。帯がね、帯がクシャーってなってる。帯クシャーってなってるから。あれクリーニング出したいんかな。そうだよ。クリーニング出そう。クリーニング出しましょう。うん、そうそうそう。ライ、こっち来た。来た。そうだね。あとは、もう、4、5分ぐらい。4、5分ぐらい。早いもんやね。あー、早いね。早いもんだね。うん。浴衣着てよ。ね、またね。方はこれ方はこれからやん。確かに。あ、まあ確かにね、盆とかあるしね。まあでも盆、ね。ただなんか、うん、俺勝手に普通の日に浴衣着たりしようかなと思って。目立つし。ちょっと気持ち悪いんですよ。多分。
持ち悪いのないなんで気持ち悪いちょっとないかな。なんてな。ちょっとないかな。いや、結構あの評判良かったね、意外と。いや、みんながスーツ着てベアってやってる時に、こう一人だけこう言ってるわけ。風呂上がりですかみたいな。なんか多分そういうことから、そういう感じになれるよ。さてなんか。なれるなれる。風呂上がりできましたから。そういう気持ち悪い。気持ち悪ないやろ。そういういじり方されるよ。多分ね。だから多分ね。多分でなんか言うの。だって別にみんなが、あ、それは島根よりマシやな。だから、この島根をディスってるのは誰なの相当島根嫌いやいいなよなそうなんか張り合ってるいやいやいいね島根行ってみたいよ一度は今度連れてってよ誘いたくないいやいいけど誰かで食ってみたいわ多分あんたみたいな投資行ってたら多分どこやなって言うでだろなんかねあの薩摩のね、こう、殺伐とした感じから抜けられる感じ。あ、そうそう。あ、ええとこやな、田舎やわ。うん、あ、いいね。まあ、一回行ってみよう。ライみたいな、ちょっと若い子は多分また会わんかもしれんけどな。うん、島根のどこなの、うん、ちょっとわかんない。島根県ある島根県、僕、松江です。あ、でも市内じゃん。松江です。結構。ライ、ちょっと。今からライのコーナー始まったよ。最後のラスト2分はもうライのコーナーっつって。そう。最後のラスト2分ライのもっと話、結構ライ求められてるから。なのにここちょっとまた必殺でしょ。必殺でしょ。目指したがいい。ライは大阪な。大阪たこ焼きたこ焼き、普通にあんま食べることないですけど、そこで食べない。たこ焼きは。ただたこ焼きに紅生姜入れたよ。これ切れます。あ、一緒や。ラーメン。まだ違う。まだ違う。カレーだけ入れる。大阪のこ、大阪市内です。まあでもあの、サザエカレーっていう話でも、サザエカレー。大阪のこ。まだ戻んの。喋られへんやん。びっくりした。ライが今やっと大阪のこと話し出したので、ここであと40秒で終わる。大阪市内です、僕。コンビニあるのって言ってます。コンビニあるの。コンビニある。大阪や。大阪はあるでしょ。大阪市内。大阪市内。結構都会やねんからね。ずっと都会です。とりあえず、サザエカレーをちょっと。もうええ。こう喋るなって。してみます。好きなタイプはもうサザエカレー。今回もサザエカレーを一回購入するんで。はい。ね。あ、そうだ。一回。そう、一緒にしてみましょう。一緒に食べたいし。食べてみたい。じゃあ、今週。もうね、今月はこれで終わりだろう。はい。まだ来月か。来月か。またこんなメンバーでやっていくんで、みんなまたよろしく。また来月も見てね。見てね。サザエカレー。サザエカレーね。食べてみたい。